キリンでやってもらおうかっていう。そう。やっべ、危ね。3日前に M1 出るという動画を撮影してあ、コンビ名も決まったんですよね、チェリーボーイズ、いいじゃないですか、可愛らしくて可愛らしい、そうですね。どうですか、ネタは7割ぐらいできました。おお、まあ、怪物くんのやっぱむちゃくちゃのツッコミはやっぱちょっと生かしていきたいな、キリンでやってもらおうかっていう。そう。あ、もう自転車しなくても大丈夫です。やっべ、危ねちょっと信用ならないですすごいじゃないですか、天才の漫才の作り方じゃない。いや、本当です。童貞卒業したいんですよね、ちょっと童卒したいんです。突然すぎるよお前いきなり来るなよお前あ、はい、なんだよ卒業したいんです、言ってみなさい。じゃあお兄ちゃんがな、聞いてあげるからちょっと言ってごらんなさい。ちょっと待って、行きますよ、うん、ちょっと童卒お願いします、ちょっと待ってくれよ、ストレートすぎるだろう。そんなにいっぱい言ったらお前困っちゃうよ、女の子が。あー、マジか、うわー、もうせ、さやさくだ、うわー、うわー、あー、もう膝から崩れて、あ、床にやめとけお前これでいきます。いやですね、これいや、ちょっとね、ドイちゃんなんかやりたい職業なんだったっけ。あ、やりたい職業、あ、キャバクラのキャッチやりたいですね。おお、本当ですか。じゃあキャバクラのキャッチやらせてあげるから、じゃあ僕客やるからキャッチやってもらっていいですか。はい、わかりました。ちょっといいですか。あ、お兄さん、あ、いい、女の子、あ、どうぞ行くんで、行くんで、あ、どうぞ、あ、お兄さん、どうぞ、あ、ごめんなさい、5時間待ちなんで、すいません、ちょっとここでやってもらっていいですか。そんなに待てるわけないじゃないよ。あ、どうも、あ、お願いします、今日。はい、え、女の子ですか。あ、女の子、衰えましたね。もっとキレキレだったと思ったな。確かに、まあそうだな。地元の結構お笑い好きな友人が、はい、10分で考えてくれたネタっていうのを用意してきまして、完成度が一番高い。地元の普通の方で、そうですね、普通の方で、でも結構頭良くて、早稲田大学とか芸人さんでもなくて、それが2人のやつよりもクオリティが高かったっていう。それ高かったね。まあそうですね、はい、もうこの際プライドなんて、はい、直ちに捨てた方がいいと思うんで。5年やってるプロが3日1週間かけたやつよりも素人の方の10分を選んだってことですよね。チャンネル登録お願いします、マジで。